あ、今回のラズチャンネルはこれです。あ、どう、のぼうさん、油も引いてもらって、油も引いてもらったんですね、これ。油引いてないですか？あ、ワックスかけた。綺麗ですね。10馬力。え、エンジンオイルも交換しました。え、そのままなった？オイルは入った。オイルなくせに。おお、綺麗だな。動いてね。あと綺麗なとこさ、あとこの台車ほど持ってって、これが三菱の GM 30IL 連続が 7.5 1800回転、最大が10馬力の2000回転。10馬力ってなかなかねえからもうね。え、しかもガソリンでのも、ほら、あとこっちリアーズポンプ、これもでしょ、これもついでに出すでしょ、これリアーズポンプ。まだこの値段で今はつったよ。おお、そのシリンダーもこのシリンダーもセットで。あとこのワムラスタイヤ、これも2本セットで、これが 16×7.008 2くらいの2本セット。高いっけぞこれ。タイヤだけで1万5000ぐらいです。タイヤだけ、タイヤだけでのホイール好きでいいじゃん。ホイール好きでやればのラグダスのこれが2個。あと写真撮って、綺麗なとこで日陰で撮った方がいいかな。そしたらのぼうさん、エンジンかかったところでプーリンの回転、まずプーリンの回転方向、リコイルを引いてこっち回転。よし、で OK。あ、ロボさん、回転数上げてもらっていいですか？ワイクビューサバターハゲと思った。触ってね、触ってね、ここ押さえただけだ。触ってね、俺ここ押さえただけ。のぼさん、キャブは見てね。ガソリン、なみなみ入った。コイルがこうで、こう半回転で、この向き OK。 三菱の GM30IL、 これはですね、マメトラのハンマーナイフモア MH851F というツルカルローターっていう、泣かせを草刈りするハンマーナイフモアなんですけども、そのハンマーのですね、ミッションが故障してしまったので、使えるこのエンジンのみ10馬力のエンジンなんで、ガソリンエンジン10馬力って言ったらかなりなかなか出てこないものなんで、もし欲しい人がいましたらですね、今ヤフーオークションの方に出品出してますので、
なかなか出ないっていうことと、もう買えばですね、新品でこのエンジン買えば20数万するということでしたんで、あと過去の相場からも行きまして、だいたい金額的にはですね、66,980円くらいで出品しておりますので、興味があれば自分の農機具をパワーアップさせたいっていう人であれば10馬力にして馬力を上げたいという方であれば大変役に立つかと思いますので、見ていただければと思います。リンクはですね、動画の概要欄の方にヤフオクへのアドレスを貼っておきますので、一応全然これはもういつでも売れる代物ですんで、宣伝というよりかは何て言うんですかね、本当に好きな人が見て、じゃあ俺買うわと、買ってくれる人いれば YouTube からでも買ってもらえればと思います。その際はですね、 YouTube 見て買ったんだよと言っていただければ嬉しい限りですね。それではさようなら。動画を最後までご視聴いただきありがとうございます。当チャンネルはですね、年齢層が、40から70何歳までと非常に高いチャンネルなので、ぜひ、出した動画の評価ボタン、グッドボタン、バットボタンあるんですけども、それを、クリックしていただければと思います。あとですね、公式のホームページでノーキングの販売もやってますので、ノーキングの販売はですね、こちらから公式のホームページからFacebook もやってますので、あと Twitter もやってます。公式のホームページを更新するとですね、 Facebook と Twitter に同時に情報がリアルタイムに流れますので、 Facebook をお使いの方はこちらをフォロー、Facebook をフォローしてもらって、 Twitter をお使いの方は Twitter をフォローしていただければ、おのおの公式ホームページの最新情報が常に、リアルタイムに確認できると思います。動画とか商品情報とかそういうものも確認できるかと思いますので、ぜひご利用ください。あと、ノーキングがメインなんですが、これからはですね、ノーキング以外のこともやっていこうと思いますので、ぜひ面白い、何かを作っていこうかと思いますので、チャンネル登録、高いボタンがあると思いますので、それをポチッとクリックしてくれるだけで大丈夫ですので、あと気軽にコメントとかもお待ちしております。よろしくお願いします。あ、忘れてました。あとですね、関連動画、この辺とこの辺に関連動画がありますので、ぜひ、物足りない方はこっちの関連動画とこっちの関連動画見ていただければと思います。そしたらよろしくお願いします。